皆さんこんにちは。今日はね、天神さんに来ました。で、お友達が教えてくれた着物屋さんに今来てて、探してたさ、これ、あれ、ジンベさん、ジンベさん探してたやつ。おじちゃん、はじめまして。え、いつもね、ここで天神さん出てはるんですか？心場所です。へぇー、へぇー、これポリ、へぇー、これかわいい。新しいのもありまして、リサイクルです。へぇー、これかわいい。あ、これなんか動物や。なんやろ、キツネさん、キツネさんかな。かわいい。え、これいいやん、これ。これは夏大島です。え、これでもポリでしょ。ポリです。ポリの夏大島です。結構透けますね、これ。素敵ですね。人気ありますよ、こういう夏大島は。はい。あ、私こっちの方が好き。カマワニ。私こっちの方が好き。え、これもポリ。あ、や、ポリや。シャツの肉はポリオス。カマワニ好きやけど。面白いやね。あ、かわいい。これは犬。これも素敵。で、こっちが、こっちが、写真。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。大変やった。これも素敵やで。毎回来てはるんですか？もうそのたんびにもう一番なんです。ものづくりしてはんの？違うよ、着たいから。着たいから。夏でも冬でも着物が着たいから。そうなんですか。これかっこいいです。値段ついてた。見に来てくれはれ。カモンなら6500円やって。着物屋で3軒でやってるんです。そうそう、目覚ましいから6000円やって。いろんなもんがあってね、結構面白いですわ。これ10本はい、高島屋の前のユディオンに行くと。はい、かっこいいこれ。これかっこいい。これね、なかなかおしゃれです。これ何？アンティーク？アンティークですね。ねえ、これ長い。え、これ朝かな？いや、証券ですね。証券？かっこいいな。これでもめっちゃ綺麗じゃないです？ここはなんか化繊のやつついてる。これ化繊やね。うん、そうやね。これ。ありがとうございます。え、これ絹？うん。え、これかわいいな。これかっこいいですよね。このヤバネの柄もいい色出してますよ。このおしゃれ。これはでもなんか中がちょっと変色してて。これ綿だからね。綿の型当てやから。
だからこれは着るのに何でも、うん、何でもどうも、うん、でこれはこれも着る、うん、この2つめっちゃかっこいいね。折り込んでですね。ああそうやね、そうやね、うんうん、銀同士がね、はい、これかっこいいやん。ちょっと合わせてみようか。このかっこいい。これぐらい着物使いも。どうも。ありがとう。すごいかわいい。これほら。まらえへんで。あ、そうです。うん、美味しいよ。見てほしい。これもさ、めっちゃかわいいから、ちょっと試着してみよう。欲しいけどね。うん、ないね。おねんちのやつがな。もう回ってきたの？これいいと思ったけど、かっこいいのはさっきのやつの方がかっこいいな。これかわいいけどな。お客さんにはさ最初来た方が面白い。似合ってた。面白い？へえ。これでもおすすめやな。これってね、今日ね迷っててね、うん、後からやっぱり欲しいってなったらどうやったら。変える方法ってあるんですか？連絡もらったら、うん、連絡もらうしかない、ね、あれ置いといて言ってほんなまた来月来たらそれか、あ、市内でしょ、うん、で市内でお渡しする、うん、日を改めて、あ、なるほど、あの30日とか1日に、うんうん、あの都合の日の何時のいつ頃どの辺にいますよとおっしゃっていたので、例えばお届けするとか、ね、そういうことはできる。今の最初の2点に比べたらこっちの方がずっと気楽に着るんです、うんうんね、ちょっとこれカマワヌ見つけてんけど、カマワヌ見つけてんけどこれは洗えるやつで、これでもいいじゃん。洗えるし、構わぬやし。え、これおっちゃんいくら？これいくら？あ、ここ。ごめんね。ちょっと届けてる。そこだけちょっと飲まないからね。え、なんか袖のとこについてたの？あ、ここに。なるほど。ゆきも67ある。あ、ほんまやね。ゆき67もあるって、ちゃんと。だから今、大丈夫ね、ここ。うん、大丈夫。え、これいいんちゃう？買おうかな。ブドウのツタのバッグがあったんやけど、やっぱり6万円するからちょっと迷うんやけど、このお店にはいいけどな、いつしたら怒られるかな。しまったがる。なんかさ、工房さんにも出してはるお店らしくって、それちょっと見つけてんけどね。え、でもさ、初めて来たお店でさ、一回で買う？ちゃう。これ可愛いねけどな。でもなんかこの細かいのってよくあるんですよね。これは結構皆さん持たれてるんで、結構数が出てるんでね。そっか。こっちは素材が結構。そっか。でイメージはこれやってんな。まさか今日あるかもしれんと思って来たけど、ほんまにあると思わへんかった。ちょっとビビった。これなんでブドウのツタってこんな高いの？素材が少ないから。少ないの？ブドウのこの木の皮がなんか全然取れへんらしくって、うん、ブドウいっぱい生えてんのに。ねえ。なんでな。でもブドウの木ってつる結構細いでしょ？うん。こんな太いのはすごい、あの樹齢のいった木じゃないと取れへんみたいで。もう
これだけ欲しかってさ、ほとんど買ったんやけど、これだけが手に入ってなかったよな。でもさ、これ動画で映しててもやっぱりこっちの方が動きがあって、編み、乱れ編みでやっぱ編み方はこっちの方が面白いですよね。買う？買っちゃおうか。買っちゃいましょうか。買おうか。おまけてあげるし。え、それ YouTube 流していいの？大丈夫。そんな。なんかで買う？ちょっと中見て。え、だってこれ新品やもんね。新品です。でもね、これだけが欲しかった。もう買うなら。こっちにポケットと、こっちにもポケットついて。あ、そのボンボンも可愛いやんな。これが可愛いですよ。なんかお花みたいな。まあ、袋は、また気分転換に変えてもいいしね。そうそう、中だけ変えてもいいし。あ、お兄さんとお姉さん顔持ってきたか。恥ずかしい言うて映ってるやん。でちょっと、お姉さんの、お姉さんの持ってるやつを両パターン取っておきましょうか。私こんな格好してるのに似合ってるなぁ。でもさっき客観的にやっぱりそっちかな。え、ちょっとそれ見るわ自分で。ありがとう。すごいアイデアやな。ただいま。お帰りなさい。撮ってるよ。じゃーん。日没までやってるって書いてあったのに、もう3時になったらみんな閉まったはず。これ段上の段。ただいま。お帰りに。ありがとうございます。あっちまで笑い声聞こえてたよ。多分天神一楽しい。あそこに貼ると思ってすぐ。そうですか。もう家族でやってるんで。あ、そうなんですか。はい。ありがとうございます。私も笑い声が。ほんな水なすこれ1個だけやけどいい？ありがとうございます。すごい門のところが血の輪になってる。ご利益あるわこれ。すごいなぁ。すごい血の輪になってる。あ、梅干し売ってた。私今日梅干し買いに来てんな。北の天満宮の梅干し美味しいねんな。ビバンビームかな。前だ。お花の時にもらった。
どここのね、入り口の右側のお前のさんが来てて、で、ここを振り返って、あ、見つかる。ここのね、外国産の花のところに石が入ったら、御利益があって、お金持ちになるって。入りましたか？石入りませんか？片目だけです。この花の中に石を入れるから入りますか？いや、なかなか。こっちの池入ってます。うん、だいたいいつもこんな感じで。こっちの池ですか？あ、入った！すごーい！いいことがありますよ。よいしょ。へえ、花草名人が入りましたね。もうにスッと入るときあんのにね。ねえ、スッと入る。まあいつきやってもあかんわ。なかなかね、ちょっとした加減でね、難しいです。いやでも見れてよかった。ありがとうございました。お前のさんが可愛いよ。大好き。早送りですが、皆様にもご利益がありますようにって思いながらお参りさせていただきました。本日もご視聴いただきありがとうございました。あったらいいなぁとは思ってたけど、本当にぶどうのツタのバッグあって嬉しかったけど、知ってる人のお店で買いたかったし、ちょっと迷ったけど、でも気に入ったのが見つかって嬉しかったです。私が回ったところ以外にも裏の方にもぐるーっとお店があったみたいで、インスタのフォロワーさんにいろいろ教えていただいたので、またリベンジしたいと思います。私は当時の工房さんよりは北野天満宮の天神さんのお祭りの方が好きかなって思いました。こちらのバーチーチャンネルは、着物初心者の私が分からなかったこと、分かったこと、京都のことをお伝えしています。本日の購入品の報告は YouTube ライブかまた動画でご報告させていただきます。本日もご視聴いただきありがとうございました。毎日とっても暑いので、皆様もお体を大切にお過ごしください。それではバイバーイ。